そしてチルトプラス 0.5 に上げてきました5号艇の今井隆史5コース。第6レース予選競争枠成3対3スタートしていきました。少しセンター勢5号艇あたりまでスタート先行、5番の今井が出ていきます。内を抑えてまくりました。5号艇の今井が先頭。その後ですが1番と4番と2番の接戦、早くもトップから6停身7停身と大きく水が空いたところになっています。